名古屋子どもシティの8月の本番のみならずですね、今後の子ども実行委員会でもメインのキャッチコピーとして冒険する名古屋ということで、かしこまらずにですね、ちょっと思い切ったことをやっていこうというような姿勢で子ども実行委員会も進めていきたいと思いますし、3つの約束、仲良く友達の輪を広げよう、なるべく互いこう分かり合うというコミュニケーションをして話し合いながらこう仲良くなっていくということだとか、名古屋の歴史を発見しよう、みんなが名古屋子どもシティの事業に参加してもらう中でどんどん名古屋を知ってもらうとかですね、好きになるっていう、そういう風な場にしたいと思いますし、やってみよう僕らの街で、思い切って街づくりを進めるという風なことでやりたいと思います。8月のですね、6日からですね、第1回始めまして、第1回ワークショップではですね、吹上ホールの巨大空間を体験するということで、子どもたちに実際に行っていただいて、その大きさを体験してもらいました。第2回はですね、9月23日に子どもフォーラムの中で名古屋子ども村2009というのをやりまして、それの振り返りというのを1回入れました。でその後はまあ、名古屋開埠400年ということだもんですから、まあ、名古屋の町の成り立ちとかですね、いうのを勉強してもらうための町づくりを知るというワークショップをまずやってから、実際にですね、子どもたちが名古屋の町に行きまして町探検というのをやりました。第5回ワークショップでは名古屋子どもシティ2010という名前も決まりましたし、それのですね、キャッチコピーも複数上がっている状態でございます。ミニミューヘンと言いまして、子どもの町というのは各地でやっておるんですけども、名古屋開埠400年祭ということで、その主催事業に絡めましてですね、やらさせてもらっております。今日はこの8つのですね、町の要素をうまく上手に組み合わせて素敵な町を作っていただくということを目指してゲームの方を進めていきたいと思います。それはあんまりね、意味がないよ。ここまで切らないと意味がないよ。大通りに面した方がいいですかね。ああ、そっか。太さはどれくらい幅が細い？こういう大きさなのか、もう少し小さく回れるようにするのか、広場なのか、こう真ん中でぐるぐる回りたいっていうことは何かあるんだよね。これってまだ貼ってないんじゃない？病院とか、病院、病院とか郵便局じゃない。あ、だからこんぐらいならいいけど、別に。ああ、なんか法律じゃないわ、条例とやら、多分市長さんも作るでしょ、今回のシティは。こっちもハローワーク。こっちもハローワーク。うん、ハローワーク。この辺商店街でいい？ちっちゃな。うん。あと、真ん中の辺とあっちもいい。この辺？いいよ。それぞれのグループ の、 内容をですね、おおむね3分から5分ぐらいで発表してもらいたいと思います。工夫したところは自然を多く取り入れたということで、滝を入れてみたり、あと山を作ってみたりとか、市役所とかを中心に置くことによって人が使いやすいように便利面を考えて配置を考えました。組班の町の説明をします。町の中心にモニュメントがあります。なんかテレビ塔だったり大きいモニュメントがあって、そこには放送局があって、待ち合わせの目印、ちょうどここ中心が広場になってます。マスコミ班ではモニュメントが町の名物みたいな感じになる中心的なものということで、町の中心において、その周りには公園や池を置いて、たくさんの人が集うような場所にしました。5番目状態に作って、縦2本、こっちは見にくいですけど、横にも広い道を2本作りました。真ん中には、まあ、川を流し、でその周りは、いわゆる街路樹ではなくて木を植え、まあ、その憩いの場みたいにしようかなという考えです。特徴は、まず1つ目が食を大事にして、人がたくさん集まるデパートとか食べ物屋さんとか遊園地とかをたくさん作りました。中心にモニュメントを置いて、その下で路上ライブもできるようにしました。いろいろな店が見て回りやすいようにということで、町の真ん中に四角い道路を置きました。ここは橋なんですけど、このように柱を入れるのを忘れまして、こういう感じでやっています。
すごくね、具体的にちゃんとイメージしてるんだなっていうのを今日のワークショップを通して思いました。あの建築をやってる人間として、これはなんかね、どっかで見たことあるなと思ったら、うん、桜通り、広小路通り、堀川かなみたいな意外に具体的なスケール感がだからこれしっかりするんですよ。町デザイン班はですね、みんな物作りたいばっかりなんで、あの作りたいものをわーっと作ってやって。次回はですね、3月14日に考えておりまして、来年度も複数回子ども市に向けてですね、ワークショップを続けていきたいと考えております。仕上げはですね、やはりその8月8日から22日の2週間ほどの子どもシティがもう最終でございまして、8月8日までに子どもの街を作って、実際に社会の仕組みですね、実際に働いてですね、お金を得るっていうこととかで、あとその市長選挙だったりとか、あとイベントっていうのをやりながらですね、その2週間を子どもたちの手で運営してもらうというところが最終目標でございます。